お願いします。よろしくお願いします。水面、特にここ好きというゆえんがあるんですか？なんでですかね。昔から結構走らせていただいてる水面で、はい、めちゃくちゃ乗りやすいわけではないんですけれども、うん、なんか好きなんですよね。どのコースが蒲郡特に好きっていうのもあるんですか？アウトですかね。足頃こう、うんうんうん、ちょっと握って回ることが私多いんで、それでかもしれないです。握りやすい水面、はい、あ、それは好きになりますね、はい、あと宿舎のご飯が美味しい？美味しいです。24畳ありますけど言っちゃっていいんですね。5本の指には入ります。5本の指に入るほど美味しい。美味しいですね。キリも美味しいんですけど、うん、特に何がお好きなんですか？何？何でも出てくるおかずの味付けが好きです。蒲郡の、はい、もう、うん、食堂のお母さんの味付けのあれですよね、さじ加減じゃないですか。大事じゃないですか。大事ですよね。大事。あとちょっと北関東で濃ゆい味に慣れてるのかな、はい、味噌ベースとか。群馬はそうですよね、うん、はい、焼きまんじゅうも甘じょっぱいですし、はい、味噌パンとかもあるんでしたっけ、うんうん、やっぱ甘じょっぱい系ですよね。はい、衝動買いもしますし、衝動買いするんだ。この間エンジン洗浄してきれいにしようと思って、はい、うん、そしたらリングがあまりよろしくなかったんです、はい、うん、で衝動リング買いしました。何でもそれ頭につければワードになりますね。衝動リング買い。リングなんて買えるつもりさらさらなかったんですけど、それ直感っていうことですね。そうですね、直感、直感です、はい、自分がこうしたいと思った方向に私は進みます。あ、でも直感は鋭いんじゃないですか、きっと。だってもうあのお父様もオートレーサーで、ね、かつていらっしゃって、で、はい、弟さんもね、智則さんがオートレーサーで、さらに旦那様もオートレーサーで競技やってらっしゃるから、何かそういう DNA が全てアスリート向きにシフトされてて、直感とかもすごくなんか鋭いんじゃないかなって。ただの衝動？わかんないです。どうなんでしょう。自分じゃわかんないですけど。そうか、はい、なんかそういうのもあるんじゃないかなって今ふと思ってしまいましたけれども、でもその直感とか衝動が吉と出ることの方が多いですか？多いですね。それってレイさんにとって強みですね。でも自分を信じてそう直感で動くってなかなか迷ったり不安があるとできなかったりもすることなので、すごい強みですね。はい、うーん、すごい。衝動旅行から仕事の話に戻っちゃいましたけれども、昨日勝負がけ失敗してしまったので A1 に上がりたいです。来季は本当にわずかなね、ポイントでしたけれども、はい、ただ0.01でした。 0.01 ではあの A 級維持というのは変わりないですから、はい、来季も A2 で走ってさらに上 A1 目指してまたいっそいっそ頑張っていくということですね。わ、はい、かりました。では最後に、ね、来場して皆さんに一言メッセージをいただければと思います。はい、今日はありがとうございました。今日これから徳山に向かって明日全県で徳山のオール女子を走ります。これからも一生懸命走るので応援してください。はい、ありがとうございました。